生大寺は、香川県高松市八島東町にある新温州、全通寺派の寺院。本尊は、不動明王で、通称、八島成田山。四国三十六不動霊場第三十六番で、決願書である。本堂内人不動明王石像境内の背後には、八島がそびえ、壇の裏を挟んで東には、薬理三古と五剣山が見渡せ、春は、 ソメイ野シノが咲き誇り参拝者だけにとどまらず、花見客が訪れ、それが終わる頃には、ウコン桜や、魚池桜が咲く、風光明媚な位置にある。なお、東京大から望む五剣山は、ネハン、釈迦の横顔に見える。西行は、かつて思いを寄せた、九州家特大寺家の姫君の忘れがたみである、ストック上皇の母提を弔うため、当地に一部を混流した。 後年、樹英4年に、原平合戦に敗れた、平家の家臣が、東山において、合戦に散った将兵の霊を弔ったとも言われる。当時の本尊、不動明王は、成田山新勝寺の本尊の分身像で、身代わり薬除け不動尊として知られている。昭和32年海岸で、青い体に赤い火炎であったが、毎月4度のゴマの煙で真っ黒になっている。 令和元年には五大明王のうち四明王の図を不動明王の背後に設置し開眼した。駐車場より薬受け坂と呼ばれる42段の石段を上がると右に本堂がある。農協所は本堂に入って玄関にあり、さらに中に上がって不動明王を直接参拝できる。ありがとうございます。